シスタントの渡辺です。よろしくお願いします。ちょっとやるの急に入っていい？はい。僕前にソウルステップでマッシュポテトっていう風にレクチャーした動画あったんですけども、あれ完全に間違ってました。あれはもう本当フラグでした。ちゃんとしたソウルステップのマッシュポテトというステップはつま先を軸にかかとを外にこう開くだけです。キュッ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 。荻野目洋子、今の若い人は分かんないかもしれないんですけど、ダンシングヒーローとかいう曲でこうやって踊るところがあるんですよ。これです、まさにこれがマッシュポテト。こう足の裏でマッシュポテトをポテトとすりつぶす動き、これですね。でこれだけだとちょっとね動画として寂しいので、マッシュポテトに近いような動きを使って、この前やったソウルのストーンプロストンプだったりペンギンだったり、あとちょっとヒップホップで難しいんですけど、僕が前にレクチャーしたこう片足で滑るワンレッグって名前でちょっとやりましたけど、これはなんか難しいな。ちょっとこの辺でリズムトレーニングっていうのをちょっと今日はやってみようと思います。例えばこういうねダンスの動画を見てる方でもステップは分かるんだけども、実際に音がかかってる場所クラブとかに行ってどうやって踊ったらいいか分からないって方が結構いらっしゃると思うので、ちょっと今日はストンプをベースで簡単な本当に簡単なちょっと実際にクラブでどんな風に踊るのかというのを、渡部さんが一人でまずちょっとこうストンプおさらいですね。足をちょっと外にこうひねりながら、でその時ちょっとこう深い姿勢でトントンタッタッ、横から見るとこういう感じ、ちょっとこう猫背でやるような、ワンツーで、例えばこれだけでずっと同じ場所で踊ってると自分も見てる人も飽きてしまうので、ちょっと前に行ったり後ろに、こういうのもちょっとした技ですね。トントントン、あでちょっと自分のタイミングでいいけどやりながら回ってあげる、トン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 。で、先ほどこのストンプに似たこのマッシュポテト、ちょっと似たようなステップをたまにちょこちょこ入れてあげるっていうのも見てる人も自分も飽きない、ちょっとした応用ですね。例えばストーンをやりますね。で合間に自分の好きなタイミングでちょっとこうマッシュポテトを入れてあげるとか、またストーンを戻して、ちょっとできるか分かんないけど、でソウルステップでペンギンっていうのがあるんですよ。ペンギンはね、真ん中ダウンで、この時外がアップですね。トン、トン、トン。でね、ストンプはダウンです。ダウンの時にこう足が外に出る。ペンギンとは真逆です。ペンギンはダウンしてアップ、ダウンしてアップ。あ、これは音でやった方がいいか。
ちょっとね、似たようなステップを入れてみたりとか、まあ、そういうふうにちょっとこう少し考えてから踊るっていうのもまた、見てる方もちょっとね楽しくなると思うので、ぜひ真似してやってみてください。以上では、一応ソウルステップのマッシュポテトでございました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。